じゃあね、今日は庄司選手来てくれてるんで、前の動画で庄司チャンネルね、はい、出させてもらって、で今回はライジンの東京ドーム大会と大阪大会、すごい試合あるんで、ちょっといろいろマンダム級だもんね、庄司ね、同じ階級だから、はい、そういう目線でちょっと聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。庄司の気になる試合をね、ちょっと教えてもらいたい。はい、東京ドーム大会はもういやでも今発表されてるだけでも、まあ、今注目は本当にもう朝倉未来、うん、VS クレベル小池、ここはね、俺の同じ階級だから、はい、まあ、元ね、元同じ階級なので、はい、単純に見たい。いや、これ見たいですよ、うん、純粋に見たいですよ ね, ね、これすごいなと思って。いや、僕も今日も朝練習させてもらってましたけど、ね、もうバチバチ気合い入ってますからね。あのスタイルの練習でこう分けてないんでしょ。俺もなんか言ったけど、行ったっていうか、もう今行ってるじゃないですか、はい、総合でやってるよね。とにかく総合が強いでしょ。そうです、もう総合がもう本当に強いです、うん、本当に強いです。だからレスリング教えてても細かい技術を教えるのにもなんか難しいっていうか、最初の距離がさ、上手じゃない、距離感、ね、距離感すごくうまいです。だから自分が当たる時だけ打撃の距離って他当たね、少し遠いよね。はい、あ、ちょっと遠めにいるんですけど、うん、僕、まあ、打ち合い得意じゃないですか、うん、まあ彼なんかも練習っていうのも分かってるし、自分、やっぱ打ち合える選手とか、やっぱ UFC の試合とかも見ても、うん、やっぱりトップ選手たちの激しい試合とかを、うん、まあ、自分もトップで上がっていくためにそういう戦い方を、うん、まあ、するっていうのをやっぱ常にこう言っていて、うん、で、まあ、僕なんかちょうどいいじゃないですか、打ち合い、もう正直で言えば打ち合いが、全試合打ち合いしないし試合ってなかったでしょ。そうです。でもやっぱつけられたりとか、ああ、寝技でこう、ね、やっぱりちゃんとした技術をね、がないとやっぱりなかなか勝っていける世界でもないので、うん、なんですが、でこのチャンネルでは一応ね、予想はねしないようにしてるんだよね。予想、あ、勝敗予想ね、はい、展開予想は、ね、展開予想がすごくいいと思います。勝敗はさ、まあ実際、まあ、当たったり当たんなかったりだと思うんだけども、はい、それでなんかこっち負けるっしょって言われた方の不快感が与えられてないかなって、なるべくね、展開予想と、うん、なんかギクシャクしちゃいますからね、うん、ただね、この本当どうなんだろうね、このだどっちも打撃強いでしょ。ミクル君もすごい強いし、はい、クレベル選手、クレベルも強いよね。まあでも付き合わないでしょうね、打撃に。あ、ただテイクダウン、柔術家なんでタックルとかテイクダウンが、うん、まあ、強いわけではないじゃないですか、うん、まあ、逆になんかこう、まあ、優位なのじゃないかなって思うんですよね。そうね、ミクル選手の方が相性的には、相性的な部分で言うと、う、ね、ただまあ何かの展開で、まあ、ひょん、なんか不意になんかこけちゃったりとか、うん、バランス崩れちゃった時とかに、下になっちゃった時とかは怖いですよ ね、うん、特にダースチョーク、あれ一番得意でしょ。もうあれ一番得意ですよ ね、 ね、もうスパーって決めて、この間の試合も、うん、あれ怖いですよね。その三角クレベル小池って言ったら、もうダースチョークと三角締めっすよね、うん、もう決めが強い強いっていう。なんかさ、俺も柔術とかやってて、まあ、はい、一回グラップリングのクインテットやるときに一緒に一回だけね練習したんだけど、はい、クレベル選手は、グラップリングとか柔術もちろんできるし強いんだけど、はい、総合が強いと思う。あ、お互いに。ミクル選手もそうだし、はい、クレベル選手も。なんかこう、パーツパーツもちろん強いけど、はい、総合になった時にめちゃめちゃ強さ発揮してない。そうですよね。なんか結構総合向きな柔術家ですよね。うんうん、なんか本当なんか勝負感というか。だってさ、グラップリングとかさ、多分柔術だと負けたりとかしてるでしょ、はい、トップ中のトップではないもんね。そうですよね、ソウザ選手の方が柔術のところではすごいですよね、だけど総合として見るとクレベルの方が完成度高いイメージない。なんかそうですね、サトシ選手より。そうですね、いやなんでこれは本当にもう注目カードなんでね、際になった時がねどうなるのかなっていう。そうですね、本当にスクランブルになった時に、はい、テイクダウン、テイクダウンはね多分ね、そんなに強くないと思うんでね。ですよね、うん、テイクダウン行ったけど無理だったから下になってみたいな展開が
とかね、なんか出てくるんじゃないかなっていう気はしますよね。ムクル君倒れないからね。腰ほんと強いですからね。なかなかあんまり倒れてるの見ないし、多分ね、はい、倒れないってことより、なんかの立つの上手くない？上手いです、上手いです、ね、すごく上手いです。すぐ立つよね、はい、あの兄弟して、はい、際の本当踏ん張りがすごく強いので、うん、何回もやってると、はい、いやめちゃくちゃ柔らかいです。やっぱ相撲をやっぱり子供の頃から、うん、もうすごいあの小学校からもうずっとこう、ね、やってたってことで、前にさあの堀さんのチャンネルでさお寿司食べる時はさ、はい、結構その練習中じゃないからいろいろ話したんだけど、はい、相撲とこの空手、はい、極真をなんかガンガンやらされてたみたいなもんね、小学生の時。そうですそうです。でそれで中学から道それちゃったから、はい、めちゃめちゃ厄介な人だよね、そういう一般的に。もうもう本当はね、もう最初からエリートみたいな、こう格闘技ずっとやるみたいな英才教育を受けて途中から離れたっていう。いやもう不良、ね、もう完全に不良になっちゃうじゃないですか。うん、だから普通の不良じゃ太刀打ちできないのは当たり前だよ。はい、あ、俺らもなんか格闘家として見てたらあんまりこうアウトサイダーってうちからも選手でしたけど、そんなに見てなかったでしょ。はい、見てた？いやそんなにはやっぱ見てなかったですね。まあ、そういう人たちいるなっていう感じで、はあ、あとうちの選手とかもやっぱりプロとはだいぶレベル差あったから、うん、そんな感じだったけど、まさかねここまで強いとかだ。後から話聞いたら、まあそれはね、どちらかというと僕ら側っていうかずっとやってたタイプとかね、うん、だから自然とその距離感とか腰も強いしね、はあ、そうなんか距離感が本当にうまいんですよね、うん、なんか決定的なところをさせないか、はあ、そうなんですよ、うん、まあこれがまあメインですよね、うん、でもこれ1試合でも相当、いやもう一般層にも届くしね。そうですね、もう本当俺らも見たいよね、関係者も見たいし、ね、普段、ね、スパーリングやってるもんね、庄司は。いやもう本当ね、させていただいてるんでね、まあぜひどっちが勝つかはね、はい、まあ見ての、はい、見てのお楽しみということで、ね、そうだね。あとはもうね、甲斐選手、はい、甲斐選手、渡辺修斗選手と、ね、これもね、ちょっと、まあ、僕はもうね、いろんなところ、YouTube でもいろいろ、これ言ってる、はい、させていただいてるので、あ、そうだよね、はい、めちゃめちゃ仲いいもん、はい、庄司の話したときに、はい、なんか、あ、そういえば庄司言ってんだもんねって言ったら、めちゃめちゃいい人ですよねって最初から言ってたもんね、相当仲いいんだなと思って。いやいや、本当に、まあ、対する渡辺修斗選手、こうね、レスラーだもんね。そうですね、彼も、でシュートの、ああ、そう、お父さんね、そうそう、お父さん、お父さんは俺の先輩なんで、あの、1回だけ会ったことあるんだけど、はい、なんかレスリングやと思う、日大レスリング。あ、そうなんですね。間違っちゃう、ごめんなさい、多分あの、オリンピックで銀メダル取った赤石康生って先輩、ね、赤石康生さんって方いるんだけど、その人と仲良かったみたいで、1回だけね、お会いしたことある。へ、相当昔、僕が書くときやる前なんで、20年ぐらい前ですけど、うん、だから、中央はね、レスリングの戦績はちょっと分かんないですけど、はい、爆笑はね、得意なんですよね。そういや、もう本当、マジカルチョークですよね、はい、あの展開に今なったら強いですよね。甲斐選手の腰の強さも普通じゃないよね。波じゃないですね、本当に倒れる感じがあんまりしないね。完璧なタイミングで取れたと思っても、うん、普通の人なら取れてるのに、その一歩がまた伸びるんですよね、うん、なんでかわかんないんですけど。そうですね、体柔らかいですね、すごい。身長も高いでしょ。はい、身長ももっと以上に高いです。だよね、はい、本当になんでもう、この展開も本当にテイクダウンがもう全く同じですよね、あの、うん、ミクル選手との展開と、もうテイクダウンがもうポイント。あと寝技も強いでしょ。でも強いですよ、はい、やったことないけど、はい、多分見ててあんまり決められてるところとか見た、2人とも見たことないんで、ね、そうなんですよね。ね、その判定とかのね、そのグラップリングだけやったらこうグラップリングトップ選手とは上取られたりするのかもしれないけど、でもほぼ、ね、決められてないって話をして。東京で出てきた時はあの柔術も結構やってたみたいで、あ、甲斐君は、うん、ああ結構基礎はがっちりしてるので、うん、そうだよね、はあ、まあもう、まあ、
注目は、渡辺修斗選手がカーフキックを出すのかどうか、うん、ここは僕も見どころ一番の。でもあれでしょ、相四つじゃないでしょ。あー違うんでしたっけ、相四つだっけ。相四つだったらあれか、うん、ちょっとね、そこまで見てなかったんですけど、はい、カーフはね、カーフキック出さないでしょ、多分もうもらわないんじゃない、うん、いやもう世間一般にはもう朝倉海はカーフキックが弱点だみたいな、あそういう印象を見て、まあ、一般の方は多分あ そ, うそう思ってるところもあるかもしれないんで、相手も相手だしね、堀木選手のね、カーフはね、ちょっとまた全然違うだろうし、パンチの圧力とかがね、やっぱあるから、それでローンもらっちゃったりもするんだろうし、他決まってるのもあるよね。僕はあとやっぱり石渡選手 VS 井上直樹選手もトップどころの、トップどころの、これ本当注目だと思うんですよね、うん、石渡選手はなんかどっちもオールラウンダーなんね。そうですよね。でもどちらかというと石渡選手は俺打撃のイメージがあるんだけど、階級が違うからさ、はい、なんかそういうこうやるかもしれないって目で見ないんだけど、はい、井上選手はどちらかというとグラップリングの方が得意でしょ。そうですね、まあ、もちろんその2人ともさ、はい、穴は少ないと思うんだけど、はい、まあリーチもなんかめちゃくちゃ長いです。もう一番背大きくないですかね、なんか井上直樹選手、なんか分かんないんですけど、なんか映像を見た感じではリーチも長いし、海軍より高いような気はしますよね、はい、なんでスタンドの距離でどう攻防するか、あとやっぱ若いでしょ、はい、勢いありますからね、うん、これは激アツですね。でも前回のさ、あの元谷選手とやった時は本当びっくりした。あいやもうあれびっくりしなかった、はい、びっくりしましたあんなに圧力かけていっちゃうんだっていう感じ、ね、元谷選手が1本取られるイメージがほとんどないから、はい、あれでなんか関係者の評価っていうか、なんか見る目変わったよね。なんかもう本当上の選手の、そうですね、もうそこが全くまだ見えてないですよね、うん、まあ、対する石渡選手は結構怪我からの長期欠場からの復帰戦っていうところで、年齢は正直ぐらい、ちょっと1個2個ぐらい下ぐらいですかね。統合って40ぐらいまで全然強いでしょ。そうです ね、体自体はやっぱ、まあ、極度にハードなトレーニングとかを、うん、まあ、しすぎなければ、うん、ちゃんとケアとかちゃんとやってれば35ぐらいが一番なんか乗ってる気がするっておっしゃってますよね。前田さんもそういう風におっしゃってたって、いや宮田さんから聞きましたよ、うん、僕は。ああそうだっけ忘れてたけど35ぐらいが一番こうやれ、動けると思う。動けるし、なんかいろんな知識も入ってくるじゃん。はい、それでこううまくね、そうですね、知恵、やっぱ本当総合格闘技、まあ、うん、スポーツ全般ですけど、やっぱり知識ってやっぱある程度のレベルまでいったら、うん、知識がどれだけ大切かっていうのが僕、うん、僕自身もすごく、うん、まあ、先ほど、ね、あの教わった、うん、あの技術とかも含めて、そうね、はい、本当にそれ大事だよね。だからこれね、もう世代交代のするかしないかみたいなね。そうですね、年齢差ね、だいぶある、はい、あ、あとこれだ、岡田選手と岡田選手対元谷選手、ね、元谷選手ね、練習したことないんだけど、あの岡田君はあの2年ぐらい前でちょいちょいやってたんで、レスリングが強い、はい、ああレスラーなんですね、うん、レスラーじゃないのにレスラーみたいな。うちのね選手ね、2年ぐらい前でほとんどテイクダウンしてなかったような気がする。 できないぐらい、できないぐらい腰が強いんですね。そう、腰強いし、あとはもうさっき考えてるって言ったけど、めちゃめちゃ考えてる、頭いいと思う。だから次なんかさ、その時やったらさ、次さ対策こう考えてくるみたいなタイプ。なんか スパーリングのやるたびに強くなってるなって思うね。じゃあ本当これも学んだことないでしょ。でもはい、元谷選手はやったんですね。はい、試合させていただきました、ね、もうなんか本当にオールラウンダーですよね。やっぱりさ、この60キロ台っていうのは日本人一番多いし激戦だから、それはすごい試合になるよね。そうですよね、もう本当にもう日本のもうトップ選手たちがまあ集まってますからね、うん、ここに集まるでしょ。60キロから70キロの間が、あの、まあ、UFC で77とかさ、はい、70キロがすごいって言われてるのが、はいはいはい、日本バージョンだとここだよね。そうですね、ここは一番
精鋭というか、はい、すごいのが集まって、ね、層が厚いですからね、うん、で特にねコロナでね本当に日本一決定戦みたいな感じでこれ全部のチャンピオン、はい、ほぼねそうですよね、もうそれはそれで僕いいと思うんですよね、うん、なんか今ね、ライジンコロナのおかげで、まあ、ライジンの人は大変だと思うんだけど、はい、日本人選手は結構本当にチャンス、そうそう本当に、はい、もう僕も、はい、うん、やっぱりコロナの影響で外国人呼べなかったから、うん、っていうので日本人選手にスポットが当たって、まあ、ライジンに、うん、はい、見てては面白いもんね、知ってる選手が出るから、はい、俺らはね、面白いなと思うけど、そうね、そうっていうので、うん、大阪大会ですよね、うん、大阪大会ですよね、大阪大会は、まあ、うちのね空也がさっきね、あの、はい、少しお話ししましたけど、うん、空也選手が出るっていうことで、空也に関してはもう作戦も考えてるからちょっと一回ねここではちょっと話したいけど、はあ、結構金太郎選手レスラーでタックルっていうか、うん、なんか打撃なイメージはありますけど結構テイクダウン、うん、よくよく見るとねグラップリングが強いんだよね、ですよね、うん、ゴミ選手のところに行ったりとかもしてるのを YouTube ってありましたけれども、うん、とね、いろんな選手出るよね、これね、今成くん、ああ、僕、あ、注目カードは、あー、滝沢、うん、健太 VS 今成正和、今成さん、もうレジェンドですよね、うん、同級生でしょ、これ、多分、あ、宮さんどうですか、多分、間違ってるかもしれない、いや、もう伝説ですよ、本当、今のライジンファンの人はね、あんま知らないかもしれないですけど、ドリームでね、今成さんって言ったら、もうプライド武士道から、そうか、はあ、プライド武士道、ドリーム、うん、からライジンって、もう本当に今44歳、うん、いや、44なんだ、分かるんです、多分ね、45か6、僕と同じだと思う、あの総合、この昨今の総合格闘技界で、うん、あのスタイルで、あの足関節のあのスタイル1本で、うん、やり抜いてるっていうことが僕はもう何よりもすごい、うん、誰からも1本取る可能性あるからね、はい、本当にもう全員決めますって、うん、あの今成さんおっしゃってましたけど本当そうだよね、決める可能性があるから、いやこれはねやりたくないよね一番ね、いやもう1000人ですよ、もう誰しもが、ね、認める、うん、本当ね、こう新旧ね、若い滝沢選手と、うん、もう1000人の今成選手が、あ、でも大阪はこれ見てると結構決まってんだね、そうですね、あとはまあね、バンタム級はもちろん、あと八地選手とか、ね、川野選手、八地選手、川野選手も、うん、これも見たいよね、川野選手はうちの武田やったけど強かったね、強いですよね、うん、全然あの全然っていうと申し訳ないけどそんなに警戒してなくて、はい、まあ、組んだらいけるっしょみたいな感じで話してたら、はい、組んで強かったね、いや、すごい強いですよね、うん、なんかもう重戦車じゃないですけど、うん、強いと思う、武田も強いって言ってたし、はい、あとね、練習してる白川陸斗選手、陸斗君と青井選手、青井選手ですよね、青井、うん、選手も、まあ、両方ボック選手とボックコーテス選手とやってるっすよね、うん、いやでも青井選手も強いっすよね、うん、まあ、完全に打撃対決になるんじゃないですか、これも、うん、そうだね、青井選手、多分寝技もできるでしょ、できるというか、あ、もちろん、はい、できると思います、陸斗、うん、選手もね、打撃の回転とかね、見てるとすごいもんね、はあ、打撃も打ち合いがすごい好きだって言ってるんで、庄司とスパーリングはめちゃめちゃやってるでしょ、やりますよね、もうめちゃめちゃ打ち合ってますね今日の朝も、はあ、いや、今日ちょっと来てなかった、ね、あ、でも延期になってちょっと、はあ、見てないかもしれない、あ、やってるところですか、俺はもう、赤坂に行った時は基本的にスパーリング入らないから人のやつずっと待ってて、朝8時からだからもう体が起きてないんで本当ですよ、もう、うん、すごいよね、そこ週何回行ってんだっけ、週3、2から3、まあ、ちょっと仕事の兼ね合いで行けたり行けなかったりも多いんですけど、うん、もうなるべく行くようにして、うん、も自分もあの気合い入れさせてもらってますね、そこの練習はね、総合強くなりゃいいけど、はあ、初心者で行ったらきついんじゃない、いや、うちでさ、なんかやり始めたぐらいの子を連れてったんだけど、ああ、ちょっと次からはもうきついかなと思って、あそこはね、もうプロ、その朝練に関してはもうプロ練習だから、ね、ああ、もうね、トップレベルのプロ練習だから、なかなかね、ああ、もう死ぬ気で行ってますから、僕、毎日。初心者はきついから、ね、こんな感じかな。そうですね。あとは、このチャンネルにも本当に秀夫君出てほしいんでね。いや、本当、これ、それこそですよね。それこそ。ああ、
ひどすぎますよ、これは。俺が言ったら大体ね、あの嫁が、はい、嫁さんにさ、何回か会ったことはあるんだけど、はい、多分そういうこと言う感じの人じゃないんだよ、はい、すっごいいい人だから、はい、でも秀夫君だってその場でよなんか新しい質問してもその場で嫁がって言うから、はあ、多分嘘困った時に、はあ、そうもうすぐ嫁のせいにするから、はあ、秀夫君にねやっぱね庄司チャンネルもそうだけど、はあ、こっちにも出てもらっていやぜひこちらの方でね、はあ、出ていただいてね、はあ、今日はありがとうございました。いやいやとんでもないです。また今後ともよろしくお願いします。はい、いやとんでもないです。ありがとうございます。よろしくお願いします。